こんばんは、ドクターネックスです。さあ、明日2021年3月16日からフィアースバトルガチャ衝突がやってきます。それぞれ見ていきましょう。今回上からいきましょうかね。今回は佐藤康虎、ネリル、ノイトラの3体です。それでは、ツイッターに上がってる動画から見ていきましょう。こちらです。笑わせるな。ノイトラは青攻撃タイプの強攻撃特化型、すべての攻撃で劣勝をつき、新アビリティ地属性無所属への状態異常確率アップ持ち。このね、その所属、属性所属限定の確率アップっていうのはあんまり役に立たないことが多いですね。無所属キラーで、必殺技はゼロ。ソロ特性が強攻撃 12%、クルタイム、強攻撃クルタイム 12% 圧縮。パッシブスキルに無所属の回避無効がついてるんで、海岸の間で役に立ちますと。氷結 100% 短縮、氷結無効ですね。次の無所属クリアを氷結できるんですかね。通常強攻撃必殺技 20%、20%、40% アップ。範囲アップはついてなくて強攻撃一つアップ。劣勝状態の時に全ダメージ 40% アップ。まあ無難ってとこですかね。なんかこれといってこらつっすっていうとこが特にない。強1前方、広い範囲、強2が集めてドン、強3画面全体というとこですね。レイヤーズ802。まあグループバトルで使えるかどうかっていうのも、まあ無所属キラー結構ね、バーンザビッチの二人がいるから、無所属キラーってあんまり出番がなかったりするんだよね。で、通常特化でもないので、そこの、もう一枠に入るわけでもなし。まあ、ノイトラ好きの方はぜひゲットしましょうってとこかな。あ、そうか、先に説明しておくべきだった。フィアースバトルガチャなんで、このガチャは常設ガチャとなります。なので、その日から、3月16日の16時からはガチャチケットとかでも出る可能性があります。なので、貯めたガチャチケットで回すっていうのも選択肢の一つかもしれませんが、全部紹介終わって引きかどうか、引くべきかどうかをお伝えしていきましょう。ノイトロはそんなとこですかね。全部劣勝ですという、劣勝状態の時に 40% 上がりますというところなんで、必殺技は、2段目から 40% 上乗せされますね。はい、なとこですかね。サグッといきましょう。次、続きましてネリエル。じゃあツイッターの動画から見ていきましょう。こちらです。大丈夫、すぐに終わるから。はい、ネリエルは赤攻撃タイプの通常攻撃特化型、新アビリティ赤攻撃ダメージ 10% アップ、グループバトル時 30% アップ。新アビリティチームパーティー効果で技属性のアランからの通常攻撃 20% アップ持ちということで、これはね、グループバトルで必ず入れたい一人ですね。そのアランカルキラーの赤攻撃はもう、終わったんで、多分7週間後ぐらい後になっちゃうんですけども、いやー、これはいいね。
これはぜひゲットしたいね。で、なおかつ、ここですね、通常攻撃 50% アップで、さらに技属性の通常攻撃 20% アップなんで、通常が 70% アップ、さらにグループバトルの時はさらにこれに 30% 上乗せされる。これは強いね。これいるだけでかなり、レベル1でも全然これはグルバとハードで運用できますね。レベル10まで上げて、攻撃をレベル10まで上げて攻撃力が4000を超えるようになってくれば、運用できますね。これは強い。しかも、ソニード2回だね。通常攻撃1つアップ。これは強いです。バトルキャラとしていけるかどうか。例えば、月島さん、対月島さんとして。火ダメがあって向こうのキラーは刺さらない、スーパーマンも悪くないんじゃん。まあ回避じゃ、回避じゃない、防御特化にすれば月島さんの攻撃も耐えられるかな。まあちょっと月島、相手の月島さんのレベルにもよりますけどね。うん、バトルにも組み込めると思うな。まあ、状態異常がないから、まあ、その例えば月島、ハッシュバルトのもう一枠としてどうするかっていう時には、まあ、ちょっと選びづらいかなっていうところだけど、最近始めた方であれば、月島さんと共にバトルキャラとして運用可能、運用にたるキャラだと思います。これはグルバト勝ちでは絶対必須だね。これは欲しい。グループバトルって面で見れば今回の一番の当たりキャラ、めっちゃ強いっす。もうなんだったら下手したらそのグループバトルの、まあ、そうか、グループバトルでダメな点としてはバフ持ってないことと、まといとかを持ってないんで、拘束力はないですね。ただ入れときゃいけるんじゃないかな。必ずフル継承必須ですからね。非常に強力なキャラクターだと思います。さあ、次行きましょう。サドヤストラ。じゃあ、ツイッターの動画から見ていきましょう。俺がアブエロに教わったのは、守るための力の使い方。ラ・ムエルテ。なんだと？はい、3体目チャド。先ほどね、僕あえてグループバトルという点ではネリエルが一番ですと言ったんですけども、共闘で見ればこのキャラも相当いいよ。地属性アランカルキラー、クールタイム短縮もして敵ガード向こう潜伏向こう、スーパーマンマンだ。で、状態異常がついてないんで 40%、40%、60% アップという形になってますと。強一突進、強2が自身を、自身も含めた前方、強3画面全体、これは強攻撃型としては十二分な感じじゃないですかね。あのチャドは即のチャドが長らくねバトルで、まあ、僕は未だに運用してますけど、このチャドは相当いいですね。状態異常がないから、まあ、40%、40%、60%アップで、やっぱね、敵ガード向こう、潜伏向こうっていうのが相当いいね。非常に強いキャラクターだと思います。強攻撃型では、このチャド、チャド界の中でもトップですね。
そうかごめん、ネリエルのところで強攻撃の説明しなかったね。もう別に強攻撃使う前提になかったから。強1突進で強2がなんだっけか、前方かで強3も集めてドンってやつでしたね。いやこのチャートもね非常にいいです。強投では今回の3体の中ではこいつが一番でしょうね。うん、強いチャドを待っていた方お待たせしましたっていうぐらいな両性能ですね。今後ねそのボーナスアビリティがこれにどんなのがつくのかなっていうところですね。強攻撃の範囲アップとかついたらより強力なんかなってところですかね。うん、これは強いチャドですね。はい、ラスト、このガチャに関しては、水着の3体が入ってますね。僕はこの前のグルバト用にアパッチをレベルマフル海岸にしちゃいましたが、ハリベルさんもあれ俺使ったんだっけな。もうグルバトの、サブ要因として非常にいいですね。あとは、フィアースバトルのヨルイスさんも、これもって押してわかんねえな、チャドの隣のヨルイスさんですね。これも、バトル向きですね。グルバト向きですね。バトルグルバトで運用できますね。あとはレイドもか。で、右下3体、これも重要ですね。カカオの転生が来た3体なんですけども、一番おすすめはスターク。スタークってそういえば、前、技のスタークも転生で美味しいのもらってるよね。ご存知ない方のために、こちらですね。スタークが、もともと強攻撃 25% アップっていう最大倍率を持っていた上に、強攻撃クールタイム短縮がついて、すげえいい。こらすげえいい。月島さんは最大値。グループバトルのノーマルであれば、こいつをレベルマにしてると、強攻撃ヒット数アップもあって、サクッと倒せるっていうところにさらに体力最大値がついたんで、より強化されましたね、その点もね。また即属性の最大値っていう意味で見ても継承の値を含めていいんじゃないですかね。まあもともとキスケはフィールド侵入 25% なんで、まああんま使わないかなーってことですかね。というわけでこのスタークがめちゃくちゃ当たり。これで心属性は3体強攻撃ダメージアップ、強攻撃クールタイム短縮持ちが出たんで、この3体とか入れると相当強いんじゃないのというところですね。なので今回は、まあ、常設ガチャで、そうか、結論としまして、引くべきかどうかっていうところなんですけども、ぶっちゃけスルーしていいです。月末何が来るか知りませんが、月末の限定ガチャが来ることを想定すると、この常設ガチャは別に今はスルーしても問題ないです。例えばネリエルに関して言っても、ピックアップの方で引けばいいんじゃないのっていう感じで、すぐ来るグループバトルのとこじゃないんで、まあ待ってもいいんじゃないのかなと思います。まあグループバト頑張るぜは必ず引かなきゃいけないですけどね。その他、ピックアップ。ピックアップは、ここはケンパチが強いし、ヨリスさんがクール 14% 短縮でいいですね。宇野原さん通常で、アイゼンも通常。いいじゃんね、うん、倍率まで。よし、ネリエルのところは、まあ、全部フィアスバトルが入ってるんですね。フィアスバトルの15過去のキスケリメイク、親父、バンガサ、ハリベル。モニターのところに、フィアスボトル、アイゼン。
あと浮竹さんが体力最大時 25% アップ最大倍率ですね。ここは浮竹がいいんじゃないかな、リンク要因としてっていうところなんですが、まあまあまあチケットだけで当てに行くか、もしくは、まあ、5連50連ぐらいしましょうかぐらいのね、確定のとこも1回目の確定のとこまで引いてもいいんじゃないのとか、そういったぐらいかな。正直限定ガチャじゃないんで頑張んなくてもいいんじゃないかなと思います。引く機会はこれからあります、長い目で見てね。なので、必ず今ゲットしたいっていう人以外は待ってもいいガチャだと思います。まあ、基本的に常設のガチャは大体そう言いますけどね。うわ、これはぶっこれだわっていうのはもう今引きましょうってなるけど。うん。あくまで限定のガチャじゃないんで、このガチャは余裕がある人、もしくは、チャド、ネリエル、ノイトラが好きな人。グループバトルガチではネリエル。を引きましょうというところですかね。です。あと、まあ、今回の、ガチャは、まずこのスタークが、このスターク引けるかどうかっていうのは非常にでかいと思うな。うん。あと、まあ、グルバトバトル要員に、ヨルイスさんとか、ハリベル様とか。グルバトノーマルに向けて、月島さんとか、いろんなその自分が必要があるというキャラがいれば引くべきかなと思いますけどね。今回はこんなとこですかね。僕はいつものごとく2体新キャラ出るまで引いて、その後最後の1体はピックアップで引こうかなと思います。そして僕は明日火曜日なんで当直なんで明日は引けません。明後日、水曜日に帰宅後に引こうと思います。というわけで水曜日の動画はちょっと遅くなります。はい、今回はここまで。皆さん頑張ってガチャ当ててってください。以上ドクターネックス、噛んだ。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。